今回は我が家の公開ポイントについてご紹介したいと思います。住んでみて分かったことや気づいたこと、気をつけるべきポイントについてご紹介していきたいと思います。現在間取りを考えている方や、これから家づくりをしようという方の参考になれば幸いです。細かいところもたくさんありますが、少しでも公開ポイントを減らせるように最後までご覧ください。我が家の公開ポイント1つ目はエアコンのコンセントについてです。我が家はですね、1階のエアコンはキッチン横に設置しているのですが、エアコンの下にコンセントが設置してあります。こんな目立つところにコンセントがあると、見た目も悪いですよね。できればエアコンの上側にコンセントをつけた方が見た目もすっきりしていいと思います。本当はですね、エアコンは天井に近づけたかったんですが、下がり天井と干渉してしまうので、うちは断念しました。こちらはですね、2階のエアコンなんですが、コンセントは天井につけています。エアコンのコンセントはできるだけ目立たない位置に指定しましょう。はい、公開ポイント2つ目はですね、リビングの照明スイッチです。照明スイッチの位置はですね、非常に重要です。我が家のリビング照明は、このリビングライコンでオンオフできるようになっています。どこの照明をつけるか設定できるようになっています。そしてこのライコンの子機をですね、階段の下に設置しています。こちらも子機でもですね、リビング照明をつけたり消したりすることができます。なんですが、なぜこの位置にしてしまったかというのを後悔していますね。この子機はですね、2階に上がるときにわざわざ大元のスイッチまで戻らなくていいようにしたかったんですが、寝る前にこの子機でリビングの照明を消すとですね、暗くなってしまいます。暗くなった状態で階段を上がることになってしまうので、少し怖いっていうのと、足元が見えづらいので危ないですね。どうせならこの階段を上がりきったところに設置すればよかったですね。階段を降りる際もここで照明をつけることができれば最高でしたね。もしくはですね、この位置でも良かったなと思いました。ここですね。照明はですね、間取りを考えるときに相当シミュレーションして考えたつもりだったんですが、やはり住んでみないとわからないことも多いですね。照明スイッチの位置には十分注意しましょう。スイッチと同様、こちらのコンセントの位置ですが、なぜこんな中途半端な位置にしてしまったのか後悔してますね。どちらか端っこに寄せればよかったですね。コンセントもですね、自分のライフスタイルをイメージすることが重要です。はい、そして4つ目の公開ポイントは、玄関入ってすぐの廊下の照明についてです。この廊下には壁付けの間接照明を2箇所設置しているんですが、これだけでは夜は少し暗いですね。この辺りにダウンライトを1つ設置してセンサー式にすればよかったなと思ってます。昼間だと暗くはないですが、やはりダウンライトがあった方がより明るくなってよかったかなというふうに思いました。平面図面だけ見るとですね、間接照明だけで十分かなというふうに過信してしまいましたね。ダウンライトのどの位置につけるかやセンサーにすべきところなども注意しましょう。はい、そして公開ポイント5つ目はキッチンの水栓についてです。我が家はですね、オプションでセンサー式タッチレス水栓をつけています。このようにですね、手をかざすだけで水が出てくるのですごく便利ですね。ただ水とお湯を切り替えるには、このハンドルを動かす必要があります。この時にどうしても一手間増えたり、水栓が濡れてしまいます。実際の動作はこんな感じですね。リクシルの上位グレードはですね、水とお湯の切り替えもタッチレスになるようですね。やはり毎日使うものなので、少しでも手間を省きたいですよね。
彗星の種類については施主から言わないと教えてくれないので、どんなグレードがあるのかをよく確認しましょう。はい、次に6つ目の公開ポイントはナノイー発生器についてです。一条工務店では無料で3カ所までサービスで設置できるようになっています。我が家は玄関とダイニング、キッチンに設置しています。キッチンのところはですね、一番匂いがこもりそうな IH 前に設置しています。追加で費用を払えば、どこでも設置できるようなので、各部屋やクローゼットにも設置すればよかったなというふうに思っていますね。クローゼットも意外と匂いがこもりやすいので、ぜひここは検討されてみてください。はい、そして7つ目の公開ポイントはハニカムシェードについてです。このハニカムシェードをですね、一番公開しているポイントかもしれませんね。ここは結構重要な項目になるので十分に考えておきましょう。1階の LDK はですね、レースタイプと遮光タイプの電動を各窓に入れています。通常は紐タイプなんですが、電動にすると1箇所1万円で採用できます。動作は決して速くはないですが、電動はやはりかなり便利ですね。フィックス窓や大きめの窓は手動だと非常に大変なので、ぜひ電動にしましょう。このようにですね、遮光タイプを閉じると昼間でも暗くなります。我が家はですね、プロジェクターが設置してあるので、昼間でも真っ暗にして映画を楽しむことができます。玄関から多少光は入ってくるんですが、ほぼ真っ暗という感じですね。そして遮光タイプのシェードを開けるとすぐに光が差し込んで明るくなります。レースタイプも開けるとですね、さらに光が差し込んできます。1階のハニカムシェードに関しては後悔はないですね。では何に後悔しているのかというと、自分の部屋や子どもの部屋に遮光タイプを入れてなかったことに後悔しています。この部屋はですね、レースタイプと遮熱タイプのハニカムシェードを入れています。今閉めているのはレースタイプですね。レースタイプは光を通すのでまだまだ明るいですね。そして次に遮熱タイプを閉めてみます。いかがでしょうか。遮熱タイプだと部屋は暗くはなりませんね。もちろん部屋の電気は消している状態です。やはりですね、遮光タイプでないとこれだけ光が入ってきてしまいます。朝とかですね、もう少し寝たい時などもっと暗くなってほしいですね。明るくて目が覚めてしまうこともあるので、遮光タイプを入れる部屋はですね、全窓に遮光タイプを入れないとあまり意味がないかなとは思います。そしてこちらの子供部屋はですね、レースタイプはなく遮熱タイプのみとなっています。子供が寝るときなどは、やはり暗くなった方がいいですよね。遮熱だけ閉めても明るさはあんまり変わらないですね。誰か寝ることのある部屋はですね、遮光タイプを入れた方が後悔はないと思いますね。遮光タイプを入れる場合はレースタイプも一緒に入れた方がいいと思います。後からカーテンをつけるのも微妙ですからね。ハニカムシェードはどの部屋にどのタイプが必要なのか、紐タイプでいいのか、それとも電動にした方がいいのか、よく考えて決
決めましょう。はい、そして最後の公開ポイントは2階のバルコニー必要なかったということですね。我が家の2階にはバルコニーが2箇所あるのですが、正直全くと言っていいほど使っていませんね。2箇所あるうちのどちらか部屋にしてもよかったかなというふうに後悔しています。このテーブルと椅子もですね、置いては見たはいいものの一度も座ったことはありません。ただバルコニーにすることで坪数を抑えることができるので、その点ではメリットでもありますが、空間はもったいないですね。目先の金額ではなく長い目で見て部屋にした方がいいのかをよく考えてから間取りを作っていきましょう。今回はですね、我が家の8つの公開ポイントについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した公開ポイント8つをおさらいしますと、1つ目、エアコンのコンセントの位置に注意しましょう。2つ目、照明スイッチはよくシミュレーションして決めましょう。3つ目、コンセントの位置はよく考えましょう。4つ目、ダウンライトの位置に注意しましょう。5つ目、キッチンの水栓のグレードをチェックしておきましょう。6つ目、ナノイー発生器は追加も検討しましょう。7つ目、ハニカムシェードのタイプ選択は慎重に行いましょう。8つ目、バルコニーは本当に必要かをよく考えましょう。やはりですね、実際に住んでみてから気づくことはたくさんありますね。我が家もですね、間取りの段階で相当シミュレーションして考えたつもりなんですが、それでもやはり見落としや、もっとこうしておけばよかったなということが必ずできます。平面図面だけだとどうしてもイメージがつきにくいものですね。各ご家庭でやりたいことや生活スタイルも全然違うので、今回ご紹介した公開ポイントが皆さんに当てはまるかは分かりませんが、現在間取りを考えている方やこれから家作りをされる方の何かですね、一つでも参考になれば嬉しいです。ぜひですね、後悔のない楽しい家作りをしてくださいね。以上、我が家の公開ポイントのご紹介でした。今回もご視聴ありがとうございました。何かご意見やご質問などありましたら、ぜひコメント欄よりお願いいたします。また、チャンネル登録や高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。他にも動画を公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それではまた。